そう、でもね、今日は嬉しいね。報告があったからね。頑張れちゃった。そう。ね、元チームエイトの兵庫県代表の山田七海ちゃんがね、ご結婚、そして妊娠を報告って。もうそれを考えたら今日の疲れが吹っ飛ぶよ。にしは本当に、はあ、本当におめでたい、幸せ、もうすごい幸せ。おにし、こうなんか久しぶりに、いや今までさ、もちろんいろんな幸せはあるけどさ、お仕事のことに関してとかさ、でもなんか久しぶりにこう人間としてなんか幸せって思った。なんか今日、うん、なんかそう、自分なんか一人間として久しぶりにこんなになんか幸せになった。うん、幸せ。旦那さんは知ってる人だって。いや、もちろん実際は全然お会いしたことはないけど、お話だけ聞いてて、聞いててとか、そう。でもそう、結婚とかそう妊娠の報告は今日のお昼くれたんですよ、なあちゃん。それから朝の撮影終わって、で30分ぐらい時間がちょっと余ったんですよ、次の稽古に行くぐらい、行くまでに。で稽古は入れないってなってたから、どっかで時間潰そうってなって、で台本読もうと思って、あのスタバに入ってたんですよ。でスタバ入って、台本読んでて、そう、飲み物飲みながら、そのあちゃんから LINE 来て、結婚と妊娠の報告をしてもらって、なんかお祝いしたいけどさ、まだこう、うわってこう頭がパニックになってるからさ、え、おめでとう、え、おめでとうしかなくもうお祝いしたいけど頭がこう真っ白になって、そう、ほんまにびっくりした。そう、でもすごい幸せになった。なんかもう一回そう落ち着いて状況を飲み込んでから、お腹にだって赤ちゃんがいんねんで、なあちゃんのお腹に、ほんと幸せねえ。こうチームエイトでさ、関西メンバーの中でさ、一番最初にさ、なあちゃんが卒業してさ、で一番最初にさ、こうしてね、幸せな報告をくれて、いやーもう本当に本当に、めちゃめちゃ幸せそうって、ほんまにほんまに幸せ。なんかもうなんかね、ニヤニヤしちゃう、嬉しくて、うーん、こんなおめでたいことはないよ。ねえ、本当にこうさ、チームエイトのさメンバーにもさ、なあちゃんはすごいこう愛されててさ、大西もすごい大好きやったの、なあちゃん今でも大好きやし、そう、それこそこう卒業してからもね、ちょこちょこ連絡してくれたりとか、あのお家遊びに来てくれたりとかもして、そう
いやねえ、だってまだ21個下やけどね、誕生日がまだやから、まだ今22歳なんですよ。今年23の年なんですけど、なあちゃん。そう、いやー、いやー、いやー、なんかさ、もちろんさ、こう誰かがさ結婚とか妊娠とかさしたらさ、もちろん嬉しいけどさ、やっぱこう大好きな人のさ人生においてさ、そんな幸せなさことをさ報告されるとさ、ねえ、そらもうなんかふわふわするよね、ほわほわしてふわふわするよね。嬉しい。寂しさないのって何の寂しさよ。嬉しすぎるよ。他のメンバーと話したって、関西メンバーっていうかあれやな、浜セリと話した。そう。大結婚式行こうなって話です。そう、浜セリとは本当にずっと連絡取り続けてて、今そうからその流れで、いやー、男の子かな女の子かな、なんか男の子な気もするけど、でも女の子でもねえ、どっちなんだけどね、どっちも想像できるよね、なあちゃんが男の子を育ててるのも女の子を育ててるのもねえ、どっちも想像できる。あ、なあちゃんって書いてたから一瞬岡田奈々ちゃんかと思ったよ。大西がなあちゃんって読むのは山田七海ちゃんだけなんですよ。そう、奈々さんは奈々さんね。ねえ、貢いじゃうよ大西そんな。ねえ、貢いじゃう。何でも買ってあげたくなっちゃうよね。男の子やったらなんか車のねとか、いやー、なあちゃんの国家絶対会いに行くと絶対行くよ。その安全なんね、そういうのが確保されたら、迷惑にならなければもう絶対行く。楽しみ、出産祝い何にしようかな。もうそれを考えてるだけでワクワクするよね。もう幸せ。ご祝儀っていうんやっけ、そういうのって。そういうのもね、ちょっと勉強しよう。幸せ。
幸せ。なんかさ、まだ大西地元のね、まあ、地元のお友達はさもうほぼ結婚してるんやけどさ、親友の子はあの結婚まだしてないのよ。だから初なのよ、奈々ちゃんが。そうそうそう、だからもうなんかね幸せ。そうだからこうやってね、まあ、地元のね親友とかもね結婚したらこうなるんやろうなとは思うけど、またさ地元のさ親友とさこうメンバーってまた違うやん。いやでも地元の子が子供を産んだらそれはそれでも西も見ついじゃうな。絶対絶対可愛いもん。ああ幸せになっちゃう。でもさ、なんかその特にさなんちゃんはさ、なんかそのやんこう悩んでた時期とかも結構かぶってて、その悩んでる内容とか結構共感できることとか、そうやんなって一緒になることが多かったからね。なんかね、それはそれですごい感慨深いのよ。そう、あーなんか涙出てきそう。なんかそうこういっぱいさ悩んでてさ、あーうーそう大変だったんだよ。そう、そんなさなーちゃんがさこうね、一人の人間としてさ幸せをさこう今幸せなんやろうなって思ったら本当に良かったって思うよね。なんかね、はあ、いやもう本当嬉しい。だからもうすごい、うんねえ、ほんと、うん。